どうも、村上ファミリア聖太郎です。本日もですね、前回に引き続きましてずっこけアシスタント座談会をお届けしようかと思っていますが、今日は第3話になります。前回前々回、からの続きになっておりますので、もし聞いてない方はですね、そちらの方も、チェックしていただけるとより楽しめるかと思います。でですね、本編に行く前に、一つ告知をさせてください。もういよいよ明日になってしまいましたが、我が師匠村上ポンタ週一のですね、一周期となります特別企画を、新宿ピットインで、行います。昼の部はですね、ポンタミュージアム、去年13カ所やりました。ご来場いただいた方もいらっしゃるかと思いますが、を行います。そして夜の部は、ライブとなっております。昼の部のポンタミュージアムにですね、絵描きのコブル、ポンツさんのドラムセットペイントを手掛けたコブルがゲストとして参加してくれます。それからですね、フィットネス社長がですね、まあ、僕らも知らないような本当に古い思い出をたくさんお持ちの方なんですがの、ゲスト参加が急遽決まりました。これですね、多分なかなか表に出ないような話が聞けるんじゃないのかななんて思っております。ぜひぜひ、楽しみにしていてください。そして夜の部はですね、僕と師匠のツインドラムを確認した火星エンジンというバンド、こちらゲストにですね、ドラム松本直樹さん、サックス加藤雄一郎さん、そしてエレキベースケンケンの参加が決まっております。そして僕の兄弟子でもある、ジャンさん率いるポンタズパレード、こちらですね、ポンタさんと親交の深かったサンキシさんがゲストで参加していただきます。ぜひぜひ、3月9日新宿ピットインに遊びに来てください。またですね、火星エンジンのライブの方がピットインネットジャズからの配信が決定いたしました。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひ、そちらの方もチェックしてみてください。それでは、アシスタント座談会第3話、お聞きください。どうぞ。あのさ、もう考えたことがあるんだけどさ、ほら今日こういう回だから、あの結構ぶちまけてもらおうかなと思ってて何をすか。あのね、さっきの話聞いてて俺もあの身に覚えがあるんだけど、まずね、一つね、あの俺はあの人に言いたいんだけど、あの人車の免許持ってないじゃん。はい、そうなんですよ、ね、だからさ、車のルールみたいなものについて本当になんか知識がないじゃないですか。いや本当それそうなんですよ。なんか路中とか全然普通にさせるじゃないですか。うん、あの気が気じゃないね、飲み屋さんとかに行ってさ、どこ止めとけなんていう話でさ、あれ良くないよね。あれ本当良くないですね。ね、そのせいであって、免停にそのスピード違反のなる前も2回捕まってんすよ。私も捕まったんですよ、実は。そのポンドさんの指示ですよ。そう。運転禁止と車線変更禁止で。あ、そう。俺もそうだ。そう。あそこであのさ、あれあれ、床屋さんに行く道。さあ、はい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 。あそこあのさ、ね、カンパシから一回左折れて、はい、でそこ右曲がれっていうから右曲がったら、うん、はい、おまわりが待ってて、はい、あそこの交差点禁止ですよなんて。でもさ、あれそれ有名な話ですよね、あの伝説的な話ですよね。そう聖太郎さんがあの警官に喧嘩売って、そう取り消したって話ですよね。取り消してないんだ、あれ結局。あ、取り消してないのか。あ、切られたのか。あ、喧嘩売ったって話だ。切られたそれにポンタさんが感動したっていう。でも俺もなんやかんやと結構みんなと変わんないぐらいは切られてるんだ、ギリギリのとこに、うん、俺もだから
そう、なんかこういうのぶっ込んだよ、なんかもっといっぱい。僕の時あのポンタさんが切れていったことがありましたね。誰に？いや、ポンタさんが、うん、あのなんかこう車運転してるじゃないですか、うん、じゃあ多分煽られたんかなんかわかんないですけど、多分酔っ払っててなんか急にバーンって飛び出して、うん、おいみたいな感じで急に隣の車に絡み始めちゃって、やばいやつだ。一般人に対してってことね。一般人ですよ。知らない、別の知らない車にってことね。全然知らない人に、お前何なんだみたいな感じです。ちょっと待ってください。今だったらやばい。なんて説明したらいいかわからないから、とりあえずすいませんって言って、うん、師匠戻して、うん、師匠、偉いぞ。正解だ。そんなんで揉め事起こしたらさ、おそれ逆のことありましたね。なんか246で後ろの車からクラクション鳴らしたされたのかな、うん、でも結構後ろの方なんですよ、クラクションだったの、うん、でもポンタさんがすぐ後ろだと思ってブーンって目、誰の車鳴らしてんだよっつって、ちょっとお前行けっつって行けよこいつ。その後ろの車が右折、あ、右車線に行ったんですよ。なんでちょっと幅寄せて、ちょっと無理やり止めて、あの、シャッターじゃねえよ、なんだっけ。窓ね。窓開けて、お前今鳴らしたんかみたいな感じでやったんですよ。うん。と、俺、ポンさんが、クックイーっつって。完全な言い方。セータロ電話してやろうっつってました。何かそういうことはすぐセータロ飛んでますんですよね。あ、なんかでも俺そういう電話もらったことあんな、確か。はい。もうなんかいつもその清太郎さんのあれと比較されますね、その。俺そんな。なんかあるごとに、うん、お前清太郎なこうやってんだぞっていう、もうさっきのあの、あの、あれですよね、警察に捕まった時の喧嘩したっていう話が、あの人なんか伝説になってるんですよ。あ、でも俺も褒められた。それと全部比べられるんですよ。それ以降のアシスタントが。俺もその未熟の事件の時に褒められました。おまわりに立ってついたらそうでしょう。もうこっちも免許なくなったら仕事できないって必死じゃないですか。多分必死な感じが好きだったんじゃないかなと思います。あれとあれだよね、好きだよね、なんかそのそういう荒くれ者がね。うん、好きっすね。あんなに荒くれ者みたいな格好してるくせになんか人の荒くれてる感じ好きだよね、なんかね。本当好きですよね。なんてかしんねえけどさ。これ、ポンタ、なんか、リタイア組のあれっていうか、ポンタさんへの愚痴のとあれになってませんか？大丈夫ですか？全然リタイアの愚痴がないんですけど。まあ、ない、そんなの愚痴でしかないんですけど、まあ、それもそれ楽しいからいいんですけどね。大丈夫、みんな、こういうの聞きたいから。大丈夫、本当になんか普通のなんか、うん、なんか みんなが集まった時に話すような話なんですけど大丈夫ですか？飲み会のね、飲み会の世に出していいものかって。ずっとポンドさんの悪口で頭が喋ってる。はい、いかがでしたでしょうか。なかなかアシスタント飲み会みたいになってきましたが、だいたいいつもあんな感じです。ちょっとですね、なんか随分恥ずかしい話も出てきちゃいましたが、ご勘弁ください。そんな時もありました。冒頭にもお伝えしましたが、3月9日新宿ピットイン、お師匠のですね、一周忌特別企画です。ポンタミュージアム、皆様ご来場ぜひお待ちしておりますので、チェックよろしくお願いします。それではまた次回。